マッタロベルト・アントニオ・セバスチャン・マッタ・エチャウレンは、チリ出身の画家。ロベルト・マッタとか、単に、マッタと表記されることも多い。サンティアゴに生まれたが、家系的には、バスク、スペイン、フランスの地を受け継いでいる。建築家を目指して、サンティアゴの学校に通っていたが、後にその仕事に幻滅し、1933年、パリに旅立った。そこで、ルネ・マグリッや、 サルバドールダリ、アンドレ・ブルトン、ルコルビュジエなどと出会い、特にブルトンの勧めもあって、シュルレアリスムのメンバーに加わり、創作を行うようになった。1938年頃からは、アメリカ合衆国に移り住み、多くの油絵などを残した。その時期の作品としては、心理学的形態、夜の侵入などが知られている。第二次世界大戦中もアメリカで過ごしたが、 1948年には、フランスに移った。1995年、高松の宮殿下記念世界文化賞を受賞。2002年11月23日、イタリアのチビタ・ベッキアで死去。なお、アーティストのゴードン・マッタ・クラークと、音楽家のラムンチョ・マッタは、共に、ロベルト・マッタの子にあたる。オジョ・コンドース・ディ・サラ・ラドース。ありがとうございます。